ケビン、君はこれで満足なのかな？何を驚く？すべては予定されていたこと。君が僕を裏切ることもね。気づいていたのか？当然だ。君の望むものはこの宇宙の秩序ではなく、単なる画集に過ぎない。愛し合う二人のための永遠の世界。そうだ、この世界などに未練はない。だ、シオンを失うわけにはいかない。愛か、くだらないね。そんなものに何の価値もないよ。彼女の苦痛を感じられて幸せだね、ケビン。さて、シオン、どうだろう。その気になってくれたかな？いや、まったく強情だ。では、こんな方法はどうだろう。マリア、シオンをここに連れてくるんだ。どうしたんだい？このままではシオンが苦しみ続ける。死ぬことも許されず永遠にね。彼女を解放できるのは君だけだ。ダメよ、どうします。彼の言いなりになってはダメ。いいのかい？君もシオンを失いたくはないだろう。